どんぐーは宇宙人ではニャニャニャかったでも本当に土偶は宇宙人と関係ないのですか。どうして人間の女であるはずのどんが爬虫類のような目をしているのですかよく考えてみたまえ本物の宇宙人を見たものなんてどこにもいないわけだろ。 映画の人たちは人間離れした土偶の姿を宇宙人に仕立てればいいと考えたのだろう縄文時代に作られた土偶はすべて蛇に関わる女性像じゃよ。そもそも縄文土器につけられた縄目自体すべて蛇を表しておる。 それはまたヘビーな話なのですね縄文人はヘビを祖先とするヘビトーテムの考え方を信じていたのじゃ古代エジプト人も同じ考えだったから王様のファラオも額にコブラをつけているよところで3,000年前の遮光器土具には男性のシンボルをかたどったものがあるのじゃよ いやらしいですねこんなのが宇宙人のモデルなら